のサポート会員さんの成果報告30日間の売上げで34,454ドルこれ年収に直すと4,600万円ですあるいは、ね、年賞2,950万円年賞1,890万円、まあ、年収1,400万円年収900万円と、ね、わずかな期間で、まあ、ここまで成果が上がるビジネスは アマゾン質以外にありません。それではどんなサポートをして、半年でここまで稼げるようにしているか、そのサポート内容をご紹介します。まあ、毎週3回のサポートメルマが配信。それからチャットワークのサポートを回数無制限でつけています。また、スカイプサポートを月2回予約制で1回45分、2回無料でお受けしていただくことができます。 こういったサポートをしてですね、えー、まず、オーストラリアの銀行口座を開設します。まあ、この時ね、えー、銀行口座、まあ、オーストラリアまで行かなくても、日本でね、えー、ネットで申し込めば、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。まあ、これ、サービスがいくつかありますんでね、まあ、どのサービスがいいのかね、ね登録するのに何が必要なのか、まあ、それをわからなかったら聞いてもらえば、もう、えー、ここでこれを用意して登録しましょうというふうにね、えー 具体的なアドバイスしてまます自分で調べる必要はありませんそれから次にオーストラーアマゾンのアカウント登録これも初心者向けに丁寧に手取り足取りサポートします分かりにくいアマゾンの説明を読み違えたり勘違いすると、まあ、英語が分かっていてもなかなか登録できなかったりしますこれ登録するのは一度だけなので時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません 簡単なことでも私に聞いてサクッと登録を終わらせてくださいそして、まあ、ここはメインですねオーストラリア,アマゾンで販売する商品探し、まあ、ここは一番のポイントですもうチャットワークでね何度質問してもらっても構いませんまたスカイプまたは電話であなたにあった商品探しのアドバイスをします商品が見つかるまで親切丁寧にサポートします また、見つけた商品に個別にコメントをします。どういう商品が儲けやすいのか、どういう商品は使わない方がいいのか、それらについてもアドバイスします。チャットバックでこんな風に、えー、サポートしてます。もうね、えー、すごい行ったり来たり、えー、キャッチボールのようにしてますんでね、まあ、ほぼ問題が解決しないということはないですし、それにプラスして、まあ、スカイフサポートを使っていただければ、す、ま、べ、あ、ての疑問が解決します。 まあね、今まで他でサポートを受けたことある方ほどやっぱりね、えー、もう本当に、まあ、こういうサポートをも受けたかったと、ね、やっと見つけました的な、えー、お褒めの言葉をいただいたりしていますそして、まあ、商品探しね、えー、NG 商品輸送 NG 商品オーストラリア NG 商品 a m a z o NG n 商品と、ね、扱えない商品なんかも、えーまあ、具体的に教えてきますんで扱って まずい商品扱ってね、えー、オーストラリアに送れなかったとか、あるいはね、送ったけど売れなかったとか、売ったらアカウントが削除されちゃったとか、ねえー、そういうことがないです。さらに、ね、購入者からの問い合わせに対する対応。これね、まあ、日本人のまあ普通の顧客に対する対応っていうのは逆に世界標準とは、えー、ずれています。でね、まあ、いわば。 お客さんの有眼ままになるケースが多いんで、同じ対応したらね、オーストラリア、英語で同じ対応したら偉いことになりますんで、偉いことにならない、トラブルにならない対応方法をサポートしています。それから、Amazon からの問い合わせに対する対応、まあ、問い合わせとか注意に対する対応ですね。まあ、これらも間違えると Amazon 退場ということになっちゃいますんでね。まあ、そういうふうにならないようにサポートしています。まあ、ここまで、丁寧なサポートをするから、 初心者でも稼げるようになります私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています Amazon がオーストラリアで Amazon プライムを開始しました日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきますここをクリックしてオーストラリア,アマゾン輸出サポート申し込みページを見てください これ記事じゃなくて動画で見てる方は、下の説明欄にね、えー、そのサポート申し込みページのリンクが貼ってありますので、そちらをクリックして、サポート申し込みページを見てください。